今日は金曜日。なんか今日さ、今週かめっちゃ1週間早い気がする。おはようございます。もうご飯食べた、早っ。ね、3連休、そう、次3連休てか来週かが学校3日なんが嬉しい。月曜日が祝日で金曜日が祝日やから、ゴールデンウィークは、ね、確かにもう明日からゴールデンウィークって人もいるよね。そう、31日かお休み取っていいね。10連休もあったらさ、なんか次の日、次の仕事の日しんどそう。ゴールデンウィーク返事さ、アミは学校なのでちゃんと休みですね。ただその分学校やから31日お休みできないから4連休、10連休ができない。ね、10連休もしたら仕事を嫌になっちゃう。次の、だから5月7日かな、大体の人は。連休何それ。一応ちゃんと連休ではある。5月病なりそうね、マジで。ゴールデンウィークとかさ絶対混んでるやん、どこも。なくなっちゃうよ、もうすぐこの子も。でもさ、ゴールデンウィークさ、みんなが逆に空いてるところを調べすぎて、その空いてるところに人が集まって、いつも人気のとこはいつも通りぐらいかもしれん。だからみんなさ、だからみんな絶対には行くやん、違うとこ探そう、なんか空いてるとこっていうのをみんな調べるから、逆にそこが人集まって少ないって聞いたのに。どっちなのどっちなのみたいな。ね、ありそうよね、全然。ゴールデンウィークの、あー、
31人とかか、2倍かかめて、いいやん。確かにさ、そう、学生はお休みやか、学生は普通に学校やから、その日とかは全然空いてそう。ね、意外なところが大混雑。10連休より5連休が2回と、確かにね、一気に10連一気に10回バーンって休んだらさ、その次の日の連勤がしんどいってなっちゃう。5連休何連勤、5連休何連勤、穴場探しね。ゴールデンウィークも劇場で過ごしたいけど、劇場また行くの、うわー、確かにな。ゴールデンウィークとかは皆さん休みやから、後半高知旅行行く、いいの、分かんないから休みそれは頑張ってくださいね。高速が低速だそこの3歳の女の子が遊びに来るのだけ何をあげたいと。何が好きな、プリキュアとか好きなんかな。なんかプリキュアのさ、変身するおもちゃとかあるやん、ああいうのいいわ。その子がプリキュアを好きやったらいいと思う。ゴールデンウィークってもうさ、普通に寝るよね。あ、みんな多分友達と遊びに行ってます。連休より行きたい子の日に10人休み取れる方が嬉しい。あ、確かにな、連続じゃなくてこの日この日この日っていう。ちゃんって高速走るスピードって何キロか分かる？あれ、そのなんていう最大の、最大まで出せるやつ。じゃあ最大まで出せるやつは、まあ場所によるか。なんか80ぐらいって聞いたことがある。じゃあ80は標識か。最大速度は、ワイメが見たことのある最大速度は110ぐらい。ちょろみついてない、インターネットを助けて波は無制限にしてもらいました。なんかね、コンサート期間とかね、いろいろ動画を見ないといけないし、ショールームとかをさ、外でやるときに家がなくてできないってなったらさ、あれやけど、うちのめいっ子けん玉にハマって、で冬休みずっと一緒にけん玉してた。かわいいいいね。けん玉ね、けん玉でも小学生のときはちょっとやってたよ。さん分かって、あれギガそう分かってるな。な、控え室とか地下に Wi-Fi つけてもらおう。そうしよう。それでギガを減らす量を、それぐらいね、JK の構成が200キロ、ピューンだね。もう、あれみたい、レースみたい。けん玉部、
10期生でけん玉できる子入ってくるかな。けん玉ね、いいね。そう、200キロ出せたらもっと大阪もっと近いのに。もっと早くにつけるかな。VNN でけん玉部、けん玉部いいな。けん玉部、すいません、何する、何する、けん玉部、けん玉をする、シュール。けん玉をしてるとこを見てもらうっていう、バスケボールをくるくるしてペットボトルの蓋、どういう状況、どういう状況、どういう状況、え、くるくるってして、この上でくるくるってして、それでビューってビューってこと、え、むずくない、ああ、そうなの、そうっぽい、けん玉の先生、けん玉の先生とかおんのかな、すごい、YNN さんでしたい企画は年少組の経験。お昼の年少組のお昼の経験をしたい。やばい、ちょっとむせた。ブクブクダンスって聞いたことある、どこだ、ブクブクダンス、え、聞いたらわかるかも。けん玉の競技大会、あ、競技会か、じゃああるんか。じゃああるわ。お昼の経験したいですね。まあ今のやってる経験がその年齢、あ、違う違う、時間的に、あの無理なんですね、16歳まで出れなくて、だからそのあと3年って長いじゃん、先だからもう、だから今は誰や、まあ何人かおるな、ちょっと名前出したら結構おるからあれやけど、そのメンバー16歳以下メンバーでやりたいよね。ゲーム怖い、怖いゲームはやったことはないけど、それをやってるのは見たことある、実況か、実況をやってるのはめちゃくちゃ好き、見るの好き。あとでもホラー映画も全然見れるから、賞味、うん、どういう気、でもゲームさ、ホラゲー見れるねん、あ、じゃあホラゲー実況見れんねんけど、多分いざ自分がやるって言ったら手震えて動かへんと思う。見るのは好きやねん、全然。
面白いし、ゲーム内容もね。あ、確かにね、怖いホラー、ホラー要素もあるけど基本脱出しよう、しようみたいなね。なぎちゃんの主演のホラーゲーム、え、そう、あれ見に行こうと思っててさ、めっちゃも、なんかな、昨日 TikTok で告知か出てきてんやか、その映画の。めちゃくちゃなぎささん可愛かった、フォローした、あの映画の公式の TikTok を、 TikTok アカウント、あの子は誰みたいな名前の題名のやつだよね、が昨日ねちょうど出てきたから TikTok でフォローしました。とりあえずなぎささんが結構さ広告で出てたからさ、かわいいフォローってなってた。みんなも見に行こうね。みちゃん仕事行ってきますけど、頑張るね、頑張ってね、いってらっしゃい。ちょっとそろそろ終わりますね。もう、え、何、今日281かな、だよね。握手会追加して外せるけど、え、ありがとうございます。そうね、まあでも完売やねんけど、完売、あ、違う、落選、まあまあまあ一緒か、落選したよっていう報告を結構いただいてるんですけど、なんか、はい、あの皆さんお支払いをお願いしますね、お忘れなく。せっかく完売したのに、せっかく当たったのに、お金は払い忘れてたってならないようにお願いします。え、そうそこマジ大事、お支払い大事。そやプンスカプンなっちゃうで、結局プンプンもあるよ、あみちゃんも。ではありがとうございました。ピピッ、あちゃんと言わないで。はい、お弁当もね作るし、まあいろいろするので、誕生日見ます。います。13位 GHP さんありがとうございます。12位コウヘさんありがとうございます。11位クマミルさんありがとうございます。10位ツチノコさんありがとうございます。9位マスオさんありがとうございます。8位キビダンゴさんありがとうございます。7位ヨッシーさんありがとうございます。6位タカマサさんありがとうございます。5位トミさんありがとうございます。4位ジョーさんありがとうございます。3位セイキさんありがとうございます。2位ナルさんありがとうございます。そして1番ナヨさんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、では今日の12時までオンラインお話し会、写メ会、写メ肩たたき会と握手会をの第40受け付けをやってるので、はい、皆さんよろしくお願いします。そして今日金曜日だよね、だから今日の21時頃からYN さんにて GSGK がね放送されます。もう最後ぐらいかな、5だよね確か、次やからもう最後かなってところですね。あ、完売でしたか、社名。では、最終回だよね。はい。では、GSGK もね、もう最終回まで来てしまったらしいです。早いね、結構。はい、では、明日は配信は8時半からなので、8時半ね。8時半からなので、よろしくお願いします。土曜日やから8時半からです。
はい、ではありがとうございました。明日もよろしくお願いします。あ、そう、皆さん、あのお気をつけてほしいのが21時頃なのでよろしくお願いしますね。はいはい、ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。